はい、あっちゃんち、今日は、節分ということでね、恵方巻きを食べましょう。作ってね、今ね、1時間ぐらい運転だ。仮面ライダーと、ルパンレンジャー見終わって、で、今旅番組、1時間ちょっと置いてあるね。旅番組やったんだけど、それちょっと見てんねんけどね。で、子供がね、まだ寝てんの。うん、食べる？うん、後で食べるって言うから、もうちょっと眠たいっていうか、胸やしといてあげようと思って。でこのラップに巻いてるとしっとりしてね、海苔が定着してるかなぁと。成功。ほら、綺麗に、そう、ね、巻きに、巻き、なんとか巻き、恵方巻きみたいになってるね。はい。でね、今日このためにね、鶏ハム作ったん、昨日。昨日卵やってんけど、うん、卵もやけど、鶏ハムの方がしっとりして美味しいかなと思って、子供喜ぶかなと思って、鶏ハム作ったらね、まだ起きてきゃへんかん、ね、食べてくれ。で、いただきます。では、今日は黙って食べようかな。じゃ、黙って食べる？いや、いいね。恵方巻きは、お寿司で黙って食べようか。いや、黙って食べようか。ね、はい、あんなちゃん喋るけど、頑張って黙って食べます。お、うん、うん、thank you。
黙って食べる拷問のようです。やっぱりマグロ、カツオ、まあ、泳がないと死ぬってよく言うけど、あっちゃん喋らないと死んでしまいますいや苦しかった、うん、もう一回今日の夜恵方巻き、本ちゃん恵方巻きを食べるときに黙って食べんなと思ったら、靴以外の何者でもないな、これはやっぱり拷問やね、はい、パンやったら食べられるかもだけど、やっぱり苦しかったです、はいということでね、マヨをね結構1本ピューッと入れたけども、足らん、あれの倍3倍入れてもいいかわからんぐらい、全部パンのパンに持っていかれんねん、パンカスカス、カスカス言ったらおかしいけど、パンにやっぱマヨの味持っていかれて、パンの味、小麦の味と中のね、だから鶏ハムとか、ね、サラダの味が結構ね、もうちょっとね、結構調味料多いめ、塩とかでも濃いめ、きついめの方が合うみたい、やっぱりマヨはねもうちょっと多いかなっていうぐらい塗った方がいいです、はい、最初から最後までほぼマヨの味を感じないぐらい、うん、薄かったんだけ入れてもね、うん、だからパンにマヨ、まあ確かにね卵サンドするときはこれでもかっていうぐらいマヨ入れてちょっと多いかなって入れて初めて、うん、美味しい卵サンドができるから、鶏ハムって塩とかハーブの味が効いてるからちょっといいかと思って控えめっていうかあれぐらいにしてんけども、多いかなと思ってあれぐらいいってんけどまだ足らんかった、うん、逆にパンに直に塗る方がいいのかもわからへん、だから一回、ヘラでパンにダーって人塗りして、うん、からしマヨにしてもいいかわからんけどね、うち子供やから子供がからしマヨ食べへんからせえへんかったんやけど、で鶏ハムやったらわさびマヨでも合うと思うんだけど、をパンに一回一通り塗ってで具材乗せて、でもう一回パーのマヨ1本入れてでやるとかそうか、鶏ハムをもうちょっと細かく切ってマヨで和えてから乗せる、で野菜もそのまま乗せるんじゃなく野菜も全部細かく切って和えてから一つのものにしてから乗せていくっていうの方がいいかも。またね今日はまあ巻き恵方巻きにしたけども、今度同じ具材でポーチドサンドにしたりとかやってみたいと思います。鶏ハムやっぱり久々に作ったら美味しいね、これまた毎日食べられるようにね作っといたら子供は朝からタンパク質補給にもなるし、鶏ハム作ろうかな、意外とね作り出したら楽やねんけども、さあ作ろうかっていうのがちょっとねめんどくさくてなかなかせえへんかったりするんだけどね、美味しいんでまたやります、はい。でこれはね慣れなんでね、一回失敗したからってトラウマにならず、鶏ハムはぜひぜひリピしてやってみて、ちゃんといい加減頃合いっていうのはできてくる。あっちゃんもやっぱりね久々にやったらね冬場の温度で失敗したんで、正直ね失敗したことによって温度がね緩く入ったんかなんか知らんけども、すんごいしっとりしたいいのができた。今回だからね一番美味しかったかもかな、過去歴代ね。で子供も昨日動画撮った後に食べさせたらめっちゃ美味しかった今日の言うて撮ったから、うん、だから、うん、鶏飯もぜひぜひやってみてください。で恵方巻き今年ねもう終わっちゃったけどもね、昨日一応ねプレイであげといたんで当日にあげてまんまの一緒にやってくれたらなと思ったりで来年もし覚えとったらぜひぜひ恵方巻き朝ごはんやってみてください。でね験担ぎって、なんていうの昔の人のジョークやと思うね。だからあれでもおせち料理でもそうやけど、豆に働くように豆食べるとか、共に背中が曲がるまで元気にってエビ食べるとかさ、とか子宝が恵まれるように卵いっぱい数の子食べるとか、なんかそんなね
もうなんていうかな、もうもうひどいよね、あのダジャレ感それでいいと思うね。それに乗っかることによってね、心が潤う、心が潤うと自然と、なんていうかな、あれになってくる、あの笑顔になる、笑顔になることによって福がやってくるっていう昔の先人の知恵やと思うね。だから豆まきなんかでも、まあ、これも豆まきの時に言うネタ言おうと思ってね、ちょっとねネタをいろいろ考えとってんけどもね、まあ、今度はあの今日の夜は豆まくねんけども、豆まく時のネタとしてまたあのお話しさせてもらおうかなとは思ってんねんけどもね。鬼福はうち、福はうち来た方がいいよね。みんな福だらけになってほしいよね。でも鬼は外って、なんで鬼は外っていうのか。鬼、ね、赤鬼とか青鬼の怖い鬼、そんなもんこの世の中におんのか。羅生門の鬼、羅生門、羅生門の鬼っていうね、あの小説があって、羅生門、羅生門は京都かな、ところに鬼が出た。平城京の鬼、平城京に鬼が出た。出るかいっていう話だね。正直鬼見たらおるかいっていう話だけど、鬼はどこにいてんのか、それは各自の心にいてますっていうことね。これちょっと今日ね調べててね気になってたんでお話ししようと思っててんけども、これまたね節分、節分じゃないわ、豆まき動画のとこでお話ししようかなと思って、もうちょっとね固めときましょう。はいまあ自分の心の中、他人もそうやけども、まあ、みんな心の中に鬼がおるっていうね、そういうお話で、その鬼を追い払おうっていうことが豆まき節分の始まりであったりするらしいねんけどもね。まあそういうことで、またそれは豆まき動画でお話ししましょう。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、節分ということで、鶏ハムの、鶏ハムサラダの恵方巻きサンド食べました。美味しかったです。もうちょっとマヨが欲しかったかな、ちょっと物足らんかったかなっていうところでした。美味しかったです。ごちそうさま。これで今日のあっちゃんの、節分恵方巻きサンド、よかったよと思ってくれたら高評価をで、応援コメントチャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。みんなの心に福が来て、みんなの心の鬼が出ていくようにあっちゃんも祈ってます。ではまたね。あっちゃんの鬼も早くいなくなるように